ニュー兵装実験ユニットシアニ人所属の金剛ですが、私の優雅さをもって指揮官にアイドルの魅力をお見せしますわよ。ステージでの姿を心に刻むよう準備をしておいてくださいませ。金剛型一番艦の金剛ですわ。アイドルとして優雅さと元気の良さは欠かせませんから、私がシアニ人をより一層輝かせて差し上げます。いかがかしら指揮官、今の金剛に引き込まれました？指揮官ごきげんよう。まだ時間はありますし、仕事を始める前に少し二人で散策でもいかが？衣装のモチーフが猫っぽいって？あら、優雅にして余裕があり、しとやかでありながらも魅惑的。金剛は猫の気質と似ていると思いませんか？紅茶ならここにありますわ。指揮官、あなたのお飲みにの。あ、それは金剛が先に口をつけたものですわよ。くんくん、このいい匂いはどこから？あら、どうやら指揮官の方からのようですわ。耳を触りたい？もちろんいいですけど。って猫耳じゃなくて金剛の耳を？赤くなってて気になった。それは紅茶が熱すぎたせいですわ。あら指揮官、リクエストでもしてくださるのかしら？今のはがっつきすぎるのはダメですわよ。指揮官の温かい手は思わず猫みたいに顔をスリスリしたくなりますわね。あら、私ったらこの猫耳に影響されたのかしら。新しい任務ですわ。私もご一緒に行くのはどうかしら。早く答えないと同意とみなしますわよ。任務完了ですわ。ご褒美にタッチしてから。もう、偽装の肉球ではなく金剛の手ですわよ。最近のトレンドを鑑みながら今度のステージのプランを練りましょうか。指揮官、セットの肉球クッションで休んでみません？なかなかの座り心地ですわよ。アフタヌーンティーの準備は任せてくださいませ。だって委託組のみんなはもう戻ってきてますわよ。ふう、これでステージも楽勝ですわね。奏でましょう、私たちのメロディーを。アイドルの勝利も優雅に収めて当然ですわ。まだ慣れていないのが原因かしら。今回は撤退しますわよ。クライマックスはここからですわ。もう、足元が。もう、指揮官の今の行動は優雅さからかけ離れていますわ。神話力に情熱、誠実さ、そして最も大事なのは優雅さ。一人前のアイドルになるには全て必要ですわよ。アイドル金剛と撮影、指揮官と金剛のツーショットの時間ですわ。これは指揮官の特権、いいえ、金剛の指揮官への特別サービスですわ。金剛との写真を大切にしてくださっていますわね。でしたら今度は金剛の写真を写真集10冊とは言わずに100冊分撮って差し上げますわ。いえ、やっぱり金剛だけの写真より指揮官との写真を100冊分撮る方が望ましいですわね。ニュー兵装、
アイドル任務に手を挙げた理由ですか？聞かれると思ってましたわ。強いて言えばダンスと歌で愛と希望を、なんて冗談ですわ。本当は指揮官に金剛の優雅で美しい姿を見せたかっただけです。あら、これはどうやら私の歌に込めた思いがちゃんと指揮官に伝わったようですわね。もちろん指揮官の思いもギュッと握りしめてくださるこの手から伝わってますわよ。